い、皆さんこんにちは。今日のテーマはこれだ。はい、ということでね、今日なんですけども、ね、今日はですね、以前にもやったことがありますカミラというですね、まあ、直火で入れるエスプレッソマシーンということで、こちらをね、再度、まあ、続カミラ解説みたいな感じでね、やりたいと思います。でなぜそれをやろうかと思いましたのはですね、まずこのカミラーというのは、マキネッタ、まあ、直火ということなのでちょっとマキネッタをねイメージされる方が多いかなと思うんですけども、マキネッタはですね基本的に2気圧ぐらいの圧力が出ると言われてるんですね。でその点このカミラというのは5気圧ぐらい出るというふうに言われてます。このエスプレッソという定義はですね、大体大型の機械で業務用のもので9気圧をこうグーッと圧縮をし圧力をかけて、入れるのが、まあ、エスプレッソと言われるものなんですけども、まあ、なかなかねそういった大型の機械を、まあ、ホームユースでね、持つことは難しいということでね、本格的なエスプレッソというものを自宅で入れるっていうのはね、まあ、正直ね結構高い道具、ちゃんとしたもう半業務でも使えるようなものを買わないとできないんですね。で、それに近いものというのはホームユースでたくさんあるんですよ。まあ、例えばその僕も大好きなマキネッタですとか、まあ、このカミラもそうですし、最近ねいろんな道具が出てきてるんですね、ホームユースの。でただですね、どうしてもそういったホームユースのものっていうのは、まあ、クレマが足りなかったりとかですね、やっぱりその圧が足りないなっていう感じはするんですね。まあ、ただ、よりね、エスプレッソを自宅で、なるべくエスプレッソに近いものを飲みたいという時はね、いいんですけども、まあそういった点がありますと。でですね、最近このカミラに関してですね、ご質問を受けることが多くなってきましたので、要点をね、こうまとめて再度ご紹介しようかなというふうに思いました。で、私がですね、以前持っていたカミラなんですけども、ちょっとボロくなってきてしまったので、こちらね、新しいものをちょっと取り寄せてみました。そしたらですね、若干ちょっと溶接の部分が変わっていたので、まあ、そこも踏まえてね、まあ、今、現時点での、まあ、カミラの、まあ、要点をまとめた解説ということで、今日はね、動画を撮ってみました。ではね、早速このカミラで、エスプレッソ入れていきましょう。カミラね、本体は以前のものと、まあ、見た目は変わりません。変わったのは、ここの部分ですね。これがですね、以前はここに溶接をされていて、フィルターがついていました。それがですね、今はこういった感じで別でですね、袋に入って、パッキンとこの金属フィルターがねついてくるようになっております。まずこれの装着からね、初めて使う方は、装着からになります。はい、ここが少し丸くなってますよね。丸くなってる方が上にします。でこのフィルターをこういう風に乗っけますね。裏から見るとこんな感じですね。これをここの部分に装着します。そうするとね、こういうふうにはまりました。まあ、これで OK ですね。ポルタフィルターが2つついてます。シングルとダブル用ですね。今日はダブル用を使います。ね、一番多い質問というのは、このバルブを閉めた状態でですね、水を、まあ、ダブルの場合は満パンまで入れるんですけども、入れたときにですね、このレバーを下にすると、基本的にはこのボイラーの下にですね、水がシューッと入ってくるんですね。ただこのままでやるとですね、かなり落ちにくいんですね。まず使う前にですね、本体を15秒ぐらいですね、1回火にかけて本体を温めてください。そうするとストレスなくね、スムーズに下に水を入れることができます、ね、このレバーですね、これは水平にしといてください。15秒経ちましたので切ります。ではね、この状態で今日はダブルを使用しますので、この水タンクにですね、満杯に入れます。では水入れていきます。はい、ではですね、レバーを下にしていきます。そうするとはい、こんな感じでね、あっという間に下に、水がいきました。はい、ではですね、よく聞かれる質問の2点目なんですけども、引き目ですね。引き目、よくエスプレッソっていうとなんかパウダー状のね、極細引きをイメージされる方多いと思うんですけども、細引きから中細引きぐらい、まあ僕こんなもんでいつもやるんですけども、
ではプロタフィルターに入れていきます。と3点目ですね、まあ、これがまあ最後かなと思うんですけども、コツとしてはポルタフィルターに、どういうふうに入れていけばいいのかということになります。よくですね、要はエスプレッソのイメージ、タンピングをするなんてイメージあるかもしれないんですけども、カミラに関しましてはタンピングはしません。ただですね、一応すり切りで、満杯、このポルタフィルターにですね、なんですけども、こんな感じでね、山盛りにして盛ります。それを、まあ、例えばね、この平らなものでピッと軽く押さえる、まあ、軽く押さえていただくと、このぐらいがねベストですね。ではこの状態でセットいたします。このタンクを閉めてレバーを水平に戻しておきます。これであとは火にかけるだけです。最後のポイントですね、火加減なんですけども、最初は、中火でやります。でクレマがまあ少しいい感じで濁ってきた感じのクレマになったら、最後強火でバーッとやって終わりです。抽出まではですね、ほんと1分ぐらいで抽出はもう始まります。早いんですよね。はい、ではね、この状態で火をかけていきます。強火にします。ね、入れ終わりました。入れ終わりましたらですね、ちょっと蒸気を このようにね、ちょっと逃がしてあげると、これで作業は終わりですね。すいません、急いでちょっとこれ外しちゃったので少し紙をこれ置いてますけども、はい、ではね、こんな感じで入りましたので、早速いただきます。おお、目が覚めるはい、すっごいね、濃厚に入ってます。もうエスプレッソといってもまあ過言ではないかなというぐらいですね。ね、このままねストレートで飲むと本当ね、もう濃厚で、牛乳にねこうパッと入れて、カフェラテなんかやったらね、すごく美味しいかなというふうに思います。なんかこう抽出の仕方がね、まあなんかその時のセットの具合によって結構左右されるんですね。まあ、なので、まあ、今日ねやった3つの点は基本的に押さえておいていただけると、まあ、失敗はそんなないかなというふうには思います。まあ、ただね、こうやって圧力がすごい火でかけるタイプなので、ぜひ、まあ、ねちょっと火傷にだけはね気をつけていただきたいなというふうに思います。はい、本日もご視聴ありがとうございました。よろしければですね、チャンネル登録などしていただけましたら幸いでございます。またブログ、ツイッターなんかもねやってますので、そちらもぜひねご登録いただけたらと思っております。それでは皆さん、素敵なコーヒーライフをお過ごしください。バイバイ。